きげんよう。マミムメモさやかです。それでは今回はみゆちゃんの絆トークから始めていこうと思います。住宅エリアのとある通路、先輩、はい、一体何をしてるんですこんな深夜に。隣にいる男性は誰かと尋ねる。これから晩ご飯を一緒に食べに行こう。こんな深夜12時過ぎに聞いてみようかな。依頼人の方を早い、怪しい依頼ではないのかと心配する。ミーヤには簡単な仕事を依頼し、この件から手を引かせる。何何何何何何の親心なの自分も協力すると提案する。なるほど、どうしましょうね。提案してみようかな。無用です。いや、そんなこと考えてないです。そんな美味しい依頼なの？え、心配だわうん。怪しい、怪しいよみーやちゃん。はい、そのまんま深夜なんですけれども、あ、泣いてるわけじゃないのか、びっくりした、うん、なるほどなるほど。え、もう十分危ない仕事じゃん。ちょっと、声、うん、声に出てるよ。ミーヤを説教し、悪人に加担するのをやめさせる。聞いてないふりをする。いや、説教しましょうもうそういうキャラになってしまったの私。いや、そのね、その意気込みはすごいこういいことだとは思うんですけど、何だったら何か手伝えることはないか尋ねる。ミーヤを気絶させても悪事に加担するのを止める。なるほど、気絶させましょうそりゃハート上がらんわそんなに。なるほど、ミーヤちゃんの絆トークはこれをこれを追っかけるやつなのね。配信のミーヤ、ミーヤちゃんついに手を染めてしまったの、はあ、どうした、見られちゃいましたよ。男たちを殺したのかと尋ねる。ミーヤに怪我はないか心配する。え、どうしよう、聞いてみよう。峰打ち、すごいね、みやちゃんって。ああ、そうなんだ。で、この人たちなの？へえ。すごい。うまかった。完璧な演技だったと褒める。素の性格のままだったと茶化す。最初から全てお見通しなんだこれにしたいとこなんですけど、まあちょっと素直に騙されちゃったんで褒めましょう。うん、すごいね。いや、ミーヤちゃんって実は優秀だよね。あら、うん、荒川でもそんな地べたでそんな感じで座ったら汚いよ。端っこって、あ、まあでも動物そんないないから。ご機嫌ですね。え、そうなんだ、飼ったことないんだ。どうなんだろう、ミーヤには猫がよく似合う忠実な犬。うーん、ノポンノポンで飼っていいんですか。ちょっとネタとしてはこれいいと思いますけど、どうだろう。全部見たい、全部見たいね。ノポン進めてみようマジレスされたんですけど人なのかな。なんかミーヤちゃんにはさ、こうなんかなんだろう、感心させられてばっかりだわ。
あーへー、そうなんだ。へー、まあでもさ、人んちのさ犬猫の方がさ責任感がない分可愛いよね。めでるだけだし可愛い。犬進めてみようかな。ワンちゃん。なるほど。でこっから先は一緒かな。猫を進めてみましょう。あー、それすごいね。最初すっごい思った。ミーアキャットしかもあれ猫じゃないんじゃないっけ。確かに集団であれなんか行動するんだよね。ノコが一番面白かったね。え、なになになに。あー、一番最初の人の家かな。こんにちは。おー、景色マノン線がすごいな、主張してるんですけど。あ、そうなんだ。へー、ちょっとその両親のことについて聞かせていただきたいんですけど。あー、この街でいい思い出を作っていこうと励ますパパと。より詳しく尋ねたい、ごめん。いや、あのそういうんじゃなくてですね、カップル登場ね。うん、へえ。すんごい無神経のこと聞いたわ。なんかミーヤちゃん関連で申し訳ないことばっかり言ってるような気がする私。嫌だわ、ほんとごめんなさい。というわけで、全部絆トーク終わっちゃいましたね。全部全キャラ、まあ、ただやってないのはまさかラオさんがいなくなると思ってなかったんでまさかいなくなってると思ってなかったんでラオさんだけやってない感じですね。まあ、ラオさんの絆トークを見たい人は、私は見たんですけど、YouTube とかに上がってるんで、各自見てください。今から、ノーマルクエストやろうと思います。それでね、ちょっとコメントをいただいて、はぁ、なるほどって思ったのがあったんですけど、このバトルフェンサーっていうのが、なんだっけ、なぜか TP アーツのダメージ力も上がるみたいな感じ？あとこうダブルアクセル、確かにダブルリキャスト 50% 短縮ってめっちゃいいなと思って。意外とね、あのオーカランブは早いんですけど、旋風客、旋風人旋風人の方が意外と遅くて、なのでちょっとどう変わるか楽しみで、4つ目はまあちょっと他に上げるもんもなかったし、格闘力を無難に上げてみました。バトルポイントがどんどんなくなるで、久々にルーさん入れてみたよ。で、このカラセミっていうノーマルクエストなんですけど、ガビウって以前なんかブレードタワーの上にいた人だっけ。違うかな、違うっぽいね。ガビウってでもここ聞いたことあるけど、名前なんだっけ。セレスト3、あそんなのあったね。続きあったんだ。うんうん。あれ？うん。あ、うん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 。そうなのそうなの。前行って、溶岩洞窟だよね。前行って、そういえばこんなんあったなと思ったわ。よく知ってるとうなずく。扉を開けたいのか尋ねる。なるほど。まあ、とりあえず、返答しましょうかね。はい、4つの鍵。いや、お金はいらないんですけど
ふっかける。いや別にいいっす。でも絶対くれないっしょ、500万なんて。え、本当にくれるんだ。ワン。金庫の前。ああ、そういうこと。ほうほうほう。どうしてアドルファスに真実を言わないのか尋ねる。ガビーも悪いよのう。尋ねましょう、素直に。このクエストだいぶ前からあるんですよね。やってなかったけど。ロウ。あ、そうなんだ。ノポンしかいないのにって思ったら、今遠征中なのね。なるほど、複雑なお話になってまいりました。では向かいましょう。わあ、上昇方式になってる。ちょっと倒しに行ってこようかな。この人だよね。この女の人はなんでこんなうなされてるんだろう。よう。よう。はあはあ。あらららら。ローというメンバーについて聞く。うわ、こちらにも覚えがある。まあ、聞いてみましょう。なるほど。崩れた橋の下の洞窟のようになった場所。どこだ。どこだ。なるほど。討伐系なのね。はい。これですね。では倒しちゃいましょう。よろしくって。こっていう覚悟はよ。準備満パンですね。はい、終わりました。なんか倒れてるんだけど。手をくれ、これ。マジか。マジか。これローが乗ってた機体かな。はい、帰ってきましたと。さすがだ。キーについて聞く。ローについて確認する。どうしよう、キーについても率直に聞いてみましょうかね。そうだね。あ、これセグメントトピックなんだ。へえ、なるほど。はい、溶岩洞窟やってきました。悪くない、悪くない。一体何が入ってるんだ、一体何が入ってるんだっていうよりも、なんだろう、見た目的な意味で。
ローのペンダント、ローが花火離さず持っていたペンダント、ペンダントトップが鍵のようになっている。何それ、なん自分悪くないみたいな言い方してんの。そういう感じになるのこれ。開き直ろう。はあ、はあ、結局なんかこういう風になっちゃうのね。もう帰り討ちにしてやんよ。エルマさんで来ればよかった。勝てねえ結果動ってんか。ていうかさ、ダブルリリース早くなってるよね。待って、めっちゃ弱い信じられないぐらい弱かった。以上、楽勝ですよ。え？おっと結局開けられないのかな、ここ。おお、むけちゃうんだ。ルーザーのそのシールドかっこいいね。なぎ先輩もかっこいい。なんか土壇場で人ってなんか変わっちゃうね。まあ命がね。おっ、なんかこう話どうのこうのっていうよりもその扉の向こうが気になる。何も入ってないとか。あら、からもしかしてガービューとか。ああ、ああああ、なるほどね。わあ、すごいね。でもそれ本当なのかな？すごいびっくりしてる笑うしかないね、本当に。残念だったね。終わった。そして結局お金もらえないっていう。まあそんなこったろうと思っていましたけれどもね。アワード。お、開いた。あの人はどこ行っちゃったんだろう。何にもない。